これね、スミペさんのおたけ入りの曲聞きたいですあとういう次は、うん、あのスミペさんだけアップに映していただいて、いやおかしくねおかしくねそれそれおたげ入りの曲聞きたいです。アンコールアンコール、私がアンコール言う人、あなたは着替えてる人、アンコールの最中着替えてアンコールありがとうっていう人ですよ。はい、はい、大丈夫です、着替えました。じゃあ客電がなんとかしました、はい、でステージの明かりがつくと、はい、おーカルペーカルペーカルペー、おーありがとうカルペー、ありがとう、アンコールありがとう、ありがとう、俺よかった、グッズ T シャツ着る、ありがとう、ありがとう、仙台から来てよかったよ、高速パス知らなかったけど俺よかったよ、そんな泣いてくれてありがとう、カルペが見れて本当に今日もう試験とかぶっててどっちか迷ったんだけど、でも俺カルペが好きだから、だから東京まで、親父とかおふくろとかすごい怒られたんだけど、でも税理士の試験より大事だと思ったから、カルペのファーストライブが見れてよかったよ、ありがとうありがとうありがとう、おふくろ見てるか、俺は川瀬香菜さんの一生をしてくからな、俺は一生をしてくからな、怖い人が最前列にいるけど、ごめん推しに失礼な顔見せてきて、肩貸してくれ、俺は何があっても応援するよ、ありがとう、もう一回歌ってくれるかい、俺のために、こいつのために、みんなのためによ、このフロアのみんなのためによ、じゃないと俺帰れねえんだ、そうだな、この曲を聴いて仙台に帰ってくれ、ありがとう、聴いてください、番組アシスタントのキャラクターソング CV 早瀬かな、仙台帰んないとすいませんっす